本日はエイプリルフールですけれども、例年とは全く違ってもうめちゃくちゃただただ真面目なお話をしようと思っています。メンバーは他にもいるんですけど、ちょっといつも通りのわちゃわちゃした空気とかふざけてるような感じで捉えられると嫌なので、うん、今回は比較的真面目なポジションにいるターボーとタツキ真面目なポジション、はい、一緒に参加してもらって撮影しているんですけれども、今回話していくのは、コロナウイルスについてです。ヒカキンさんが先日動画上げてくれたと思うんですけれども、僕らがやる意味はあるのかなっていうふうに僕も正直悩んだところはあったんですけど、 YouTube はコロナに関する情報に関して収益がつかない状態となっておりまして、この動画は一切収益もつかないので僕らにメリットっていうのはもうほぼないんですけども、それでもちょっとやらなくてはならないのかなと思って今撮影をしています。というわけでこれからは本当真面目な話だけをしていきますので、いつも通りの楽しいような笑えるような動画を期待していてくれた方たちには申し訳ないんですけれども、一日だけ真面目な動画にお付き合いください。ほとんどの人がこの現状を受けていよいよちょっと危機感を持ってきてはいると思うんですけれども、今見ている方の中にはもしかしたらまだコロナに関して甘く捉えている方がいるかもしれませんので、未だにそういう甘い捉え方をしている方は僕らのこの動画をきっかけに考えを変えてください。僕らがこの動画を通して伝えたいことは大きく分けて2つありまして、1つは甘い考えの人は今すぐ考えを改めてほしい、不要なね外出を控えてほしい、でもう1つはもうシンプルにもう国のお偉いですね、政府の方たちに対して言いたいことも結構ありますので、そちらの2点お話ししていきたいと思います。国の人が言ってるように不要不急ですね、意味のない外出っていうのは控えてください、うん、僕らも外せない打ち合わせとか外に出ることはもちろんあるんですけれども、それ以外のキャンセルできるものは全部キャンセルしていますし、イベントに関しても一度延期の発表してまた2度目の延期の発表も今考えているところで、それに関しても全部会場費っていうのはついてくるものなので、そういう被害っていうのは、まあ、あるっちゃあるんですけれども、働いてる方と比べればまだなんていうんですかね、被害は少ない方なのかなっていうふうにはね思いますね。電話で済ませれるような打ち合わせを全部延期にしたり電話で済ましたり、いろんな努力を今しているところなので、ただ遊びに行くだけとか用もないのに人が多く集まるところに行くっていうのは本当に避けてほしいと思います。やってる対策って言ったら、まあ普通に手洗いうがいはもちろんなんですけれども、外に着ていた服すぐ洗濯するとか、電車を絶対使わないようにしているとか、できる限りの努力っていうか、まあ、対策は僕らもしているので、本当に対策をいろいろ皆さんもできることはやって無駄な外出はやめてください。まあ自分の意見としてはディズニーの休園、あとオリンピックの延期と、あらゆるアーティストさんたちのイベント自粛、これを見てこの YouTube 自分らの動画でもいいですし、周りにもどんどん広めてってほしいし、感染っていうのは1週間2週間経ってからやっと気づけるものなんで、もしかしたら自分らもなってるかもしれないし、もう見てる人もなってるかもわからないんで、できるだけ外出を控えるっていうのはそれが一番対策になるんで、ぜひそれをやっていただきたいです。で、志村けんさんの亡くなったニュースを見て、感染者に実際立ち会いすることってできないんですよ。感染してから実際に会えるっていうのは正直骨になってからなんですね。それをもし身内の方になられたらどうかなっていうのも考えましたし、実際になってから自分じゃ遅いなって思ってるんで、こういう対策っていうのは常にやった方がいいと僕は思ってます。まあ僕が言いたいことは、第一にやっぱり外出は控えてほしいなっていうことで、自粛という形になって家にいても暇だとか仕事できなくて大変だみたいなことを思う人多分たくさんいると思うんですけど、今そんなことはどうでもいいんじゃないかなって思ってます。生きないと意味がないと思うんで、第一優先としてやっぱ自分の命を考えてほしいなって思ってます。僕そのツイッターで見たんですけど、感染者の方がツイートをしてて、その方はコロナウイルスを軽視していて、手洗いとかそういう対策もせずにかかってしまったんですよね、その人は。で、その人がかかったことによってその人の家族を失ってしまったらしいんですよ。でもその人だけは健康になれたらしいんですけど、このことからその人は大丈夫でも他の人にウイルスを感染させてしまうっていうケースになってしまうんですね。だから自分はもし大丈夫って思ってても周りの人に感染してしまって、最終的に自分の大切な人も失ってしまうということはもう本当に今起きていることなので、だからこそ今は外出は本当に控えてほしいなって心の底から思っています。タツキが言った通り、潜伏期間が2週間って言われているので、僕らも1週間経ったら誰かがコロナウイルスってなっているかもしれないわけであって、もうそれぐらい結構怖いわけですよね。重症で亡くなる方もいれば、本当に自覚症状がない方まで、無限にいますので。ってことは自覚症状がない方は、もう今も普通にガンガン菌を持って
歩いてるっていうことなので、その辺考えると外出を控えないと、ターボーの話にもつながりますけど、自分だけではなくね、他の人の命までもなくしてしまう可能性があるよっていうことは皆さん、頭に入れておいてください。正直僕らはもうこの今影響力を持つことができていて、発信しなきゃいけない、やらなければいけない人間なんだなっていう考えに至ったので今こういうお話をしているんですけれども、ぶっちゃけ1月なんて僕らも何も、ね、考えてなかったですよ、ね、うんうん、まさかこんなことになるなんてのは本当に分かってもいませんでしたので、結局はいつ気づくのか、いつから対策するのかっていうところなので、この動画を見た方は本当に今すぐに考え改めて対策してほしいですし、結局日本って今海外から見てバカな国だなって思われているっていう、渋谷にいる大量の人たちだったり、普通に桜見をしていたり、異常な人間だなって思われてるぐらい日本人って平和ボケしてるみたいなんですよ。僕らも日本人なんで血は継いでいると思うんですけれども、そんぐらい日本人危機感持てていないんだよっていうのも、理解してほしいです。海外では外に出てる人をもう殴りかかったりする、それぐらい本当に敏感になっているわけですよ。片やこっちは花見や買い物しに行ったり、だいぶギャップがあるなというか、まあ、何が言いたいかっていうと、日本人が悪いとかそういうわけじゃなくて、危機感持ってる国と持ってない国でどんだけ被害の差が出るかっていうのは目に見えてるので、被害が出てから悔やんでも遅いことなので、今見ている方たち、この動画を広げてもらって、周りに映さないように、そして自分が映らないように、そう動ける人が一人でも増えてくれればと思っています。こっからは国のお偉いとか政府の方に向けて届いてほしいなという気持ちでお話しさせていただくんですけれども、まあ、この国のね、政府の方たちとかお偉いの方たちはオリンピックの問題だったり、うん、国の国債、いろんなしがらみとか問題があって、もちろん俺らに言えないこと絶対あると思うんですよ。じゃあそれと国民の命どっちが大事なんですかって考えた時に、ちゃんと俺らは国民の命を取ってほしいわけじゃないですか。だからこそちゃんと危機感を持たせることをしてほしいんですよね。本当にこのまま行くと悲惨なことになってしまうっていうのは僕らでさえ分かっていることなので、今すぐ対応をねしっかりしてほしいなと思っております。その対応についてなんですけれども、外出の自粛要請っていうのが出ている割に、電車は全く制限されていなかったり、学校は入学式だけカットみたいな形ですよね確か、うん、でその後普通に今のところやる予定だったり、言い方悪いですけど頭悪いんかと、そんな場合じゃないだろうって、電車だってあんな密閉されたところにあんな人数がいたらどう考えても感染広がるので、ライブハウスとかカラオケとかなんか自粛しろみたいな感じで言ってましたけど、そういう問題じゃなくて、もっと根本的にたくさんの人が移る可能性があるところに関して制限をしてほしいです。まあ、こんなこと言うのも正直僕ら怖いですけどね、うん、正直に言わせてもらうと、いつまでも自粛っていう形で政府側の人間からして国民に判断を任せるんじゃなくて、禁止にしてほしいわけですよね。なんでかって言ったら、もう自粛ってもう僕らの判断なわけで、結局その判断で今人がそんな溢れてるわけじゃないですか、うん、っていう現状がもうまずいっていうか、政府とか国の偉い方だって結局はもう国のリーダーなんで、国民に危機感を持たせてくれないと本当に悲惨な結果をもたらすっていう風に僕ら思っているので、迅速に感染者が減るように動いてほしいですね。一番の問題って働いてる人のお金じゃないですか、うん、僕らのイベントだけでもう数百万っていう損害が出るわけで、僕らはまだそれだけじゃないじゃないですか。でも飲食店とかイベント運営してる会社とかって何も職がないわけですよ。そういった方に保証を明言してくれないと、いつまで経っても止められないですよねっていう、うん、でも肉を配るとか、うん、そういう話あったよね。あったね、うん、ステーキ券とかね、うんうん、要するに自粛っていうことがもう逃げっていうかずるいんだよね。あくまでもあなたが休んでるからっていう体にしたいわけじゃん。だから保証しなくていいわけ、うん、保証から逃げてて、いつまでも感染のね上がり方を止めずに、何百人何千人何万人って亡くなってもいいんですかって、逆に言ったらそういう判断なんですかっていうふうに本当思います。僕らイベントでしか被害が特にないのにこう思ってるので、社会で働いてる人っていうのはめちゃくちゃ怒ってると思うんですよ。ほんといい加減にしないと、ボイコットみたいな国の中でとんでもない争いとかが起きてもおかしくないと思うので、自粛っていう言葉に逃げずに、働けない方たちの保障をして感染を防いでほしいです。お願いします。この動画が消されたらそういうことですので、うん、今見ている方たちが証明してほしいと思います。リアルにそんぐらいのリスクは
あると思っています。それでも僕たちは影響力を持つことができたので、それをちゃんといい方向に生かさなきゃいけないと思ってこの動画を撮りましたので、ちっぽけな力かもしれないですけれども、少しでも国の人のために貢献しようとしていますので、ご理解をよろしくお願いします。お願いします。もう現状がさ、うん、働けない人が出てるわけじゃん、うん、そういう人が我慢できるわけないじゃん、うん、っていうことは結局どっかで爆発して暴動になると思うのよ。そんなになってからやったところで遅えだろって、うん、いつかちゃんと制限しなきゃいけないんだったら今してください。もうこういう話なんですよ。もうすでにだって財産的に苦しくて自分の命を投げてる人もいるからね、うん、実際、うん、まあなんで出したかって言われると、一番は本当に国の対応が遅いと思ったのが理由なのよね。だから影響力本当持ったから、持ったならばやらなきゃいけないんじゃないかっていう、もうこれが一番の俺らが今撮ろうとした理由なので、本当にこの動画を一個一個皆さんが拡散してくれるか、もしくはもう自分の言葉でもいいので周りの人に伝えてほしいと思います。次からの動画は、いつも通りの少しでも楽しんでもらえる動画っていうのを上げていきますので、本日だけはちょっと本当に真剣な僕たちからのメッセージということで、拡散の方よろしくお願いします。お願いします。これからも頑張っていきますので、チャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。現在凄まじい速度で広がりを見せているコロナウイルスについて、間違った認識や甘い考えでは後に大変なことになるということを、多くの方が SNS という媒体を使って真実を伝える努力をしてくれています。国のトップの方たちもたくさんの言えない思いを抱えているとは思いますが、どうか僕ら国民にとって手遅れで後悔になるストーリーだけは僕らも呼びかけますので避けてほしいです。いつ収束するのかわからないのはとても不安で、実害がある方も多くいると思います。イベントやその他の発表を控えていた僕らも気持ちは同じです。全てに共通して僕らが皆さんに言いたいことは、命あっての人生ということです。重く捉えていて損をすることはありません。今はなるべく外出を控えて我慢しましょう。平和な日常が来るその時まで、その時が来たらみんなで笑顔で楽しいことをたくさんしていきましょう。ご視聴ありがとうございました。